レールオーズ、日本国有鉄道公安隊は、豊田匠による日本のライトノベル。イラストは、バーニア600が担当している。2012年1月より、はじめ芸者クリア文庫にて1巻から13巻までが、刊行されたが、はじめ芸者が、はじめ芸者に、解明の上ライトノベル事業より撤退したため、14巻以降は、実業の日本社の J ノベルライト文庫より、 刊行されている。2020年12月12日に発売された20巻を持って完結した。2015年5月時点で累計発行部数は60万部を突破している。また、続編にあたるレールウォーズ A についても紹介する。日本国有鉄道が分割民営化されなかったパラレルワールドの日本を舞台に OJT 研修として 鉄道公安隊に配属された高山直虎4人の高校生と公安隊メンバーの活躍を描く作品である。メディアミックス展開として漫画版がブレードオンラインにて2012年11月30日より浅川刑事の作画で連載されていた。また2013年12月29日にアニメ化が発表され2014年7月より tbs, bs, tbs 等で放送された。さらにゲーム化も企画され2014年5月に公式サイトが開設されたが、2016年1月28日に発売中止が発表された。8巻から9巻の間に、ナオトたち4人がアテラ国を訪問したことが9巻の随所に書かれており、その際のストーリーは当初、 レールオーズ B サイドとして観光予定であったが、2016年8月に13巻として正式に書籍化された。登場人物の名字はベルニナなどの外国人を除き、国鉄の路線名に由来する。東京中央鉄道公安室第4警戒班その他の国鉄職員第7、遊撃班のあのファン基本的に国鉄型の車両が多いが、 JR の車両が登場する場合は、形式が架空の国鉄方式の番号に変更されている。また、特にモデルのない架空の車両も登場する。急行ニセコに使用される、c 六十二系蒸気機関車三号機 A10 系島の、鉄道百六十九系湘南色、急行新種百十九系、l 零系機波十二系実際の北都星、はじめ芸者クリア文庫より観光。 14巻からは、実業の日本車、J ノベルライト文庫より創刊。全20巻。レールオーズ A1 日本国有鉄道公安隊2021年3月12日 ISBN978 から4から408556505、ブレードオンラインにて2012年11月から2015年2月まで、連載された。原作は、豊田匠、キャラクター原案は、 バーニア600で漫画は浅川刑事が作画を担当している。また、2014年8月7日から、ポニーキャニオンの漫画サイト、ポニーマガニマルシンによる漫画、レールウォーズ FM が掲載され、2014年12月25日まで連載された。前には、単行本未収録。はじめ芸者より観光。豊田匠による書き下ろしショートストーリー。 レールウォーズで移行こう、気流鉄道高校が掲載されている。レールウォーズのタイトルで2014年7月から9月まで TBS テレビ、CBC テレビ、3テレビ、BSTBS BS 他にて放送された。監督は野良神でエコンテ、演出やシドニアの騎士でストーリーボードを担当した末田騎士シリーズ構成は 鈴木忠しキャラクターデザインは、宇野誠、こと、サブキャラクターデザインは、小磯さやか、音楽は、藤沢慶章、3DCG は、オレンジ、アニメーション制作は、本作が30分枠アニメ初制作元受け作品となるパッションネがそれぞれ担当する。また、鉄子の旅、ミラクルトレイン、大江戸線へようこそで、鉄道アドバイザーを担当した。 スーパーベル Z の野崎隆弘が、社内放送や、駅アナウンスの声なども含めて本作に関わっている。本編には、本作と同じ鉄道作品、鉄道娘の登場キャラクターたちが、モブキャラクターとして登場している。上記のほか、日本国外へは、クランチロールを通じて配信されている。BD、DVDCD 設定資料、メロンブックスより、 夏季3冊をセット販売。メロンブックス独占販売商品のため、書店、アニメショップでの販売はない。2014年6月6日から7月6日までニコニコ生放送にて毎日配信された PR 番組。このうち6月30日配信分では第1話 A パートの先行上映を行った。原作その他、レールオーズに関する。 カテゴリー、レールオーズ、軽井沢より殺意を乗せて、マイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。